規律を求めます。多数であります。よって議案第174号は委員長報告のとおり承認されました。また乗車ごとの50円の負担により月50回以上の高頻度利用者の利用回数が減少したことなどから一人当たりの利用額が平成26年の大阪市一般会計補正予算第8回ないし日程内に議案第174号特別区設置協定書の承認についての審査の結果と経過についてご報告申し上げます。本委員会は経過の概要についてご報告申し上げます。本委員会は議案第175号については昨日委員長の報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。多数であります。よって議案第174号は委員長報告の通り承認されました。お願いします。今日は数年間かけて取り組まれてきた都構想の一つの山を迎えたと思うんですけれども、今のご感想をお聞かせいただけますか。まあでもこれからですからね、最後は住民の皆さんに決めてもらう、大阪市民の皆さんに決めてもらうというところが一番重要なところですから、まあ、これからですよ。まあそれでも5年6年言い続けてきて、まあ、やっとここまで来たかっていう、まあ、そういう感じですが、でもこれからです、あとはもうどちらを選びますかという、これは住民投票はもう最後は二者択一になるわけですから、しっかり都構想推進の考え方と反対派の考え方のその考え方の違いのその根本のところをきちっと市民の皆さんに伝えて、あとは判断してもらう。ただもちろん維新の会として、訴えていくときにはそれはもう都構想がいいですよということで都構想に賛成してくださいという呼びかけにしますけれども、市長の立場ではちょっとそれはできませんのでね。